どうも、ショータイムゴルフです。今日はですね、室内練習場に来まして、スカイトラックが置いてあるところに、はい、企画は、これから今僕とショータさんがここにいるんですけど、後で勝也さんが来ます。まあちょっとね、勝也さんにはここで打ってもらって、うん、僕が軽くレッスンをしていくんですけれども、勝也さんはドライバーをね、飛ばしたいと言ってるので、まあ、ちょっと距離伸ばしてあげようかなと。そうそうそう、ね、うん、僕らでちょっと距離伸ばしてあげようかな、うん、ただ、レッスンしてもね、そんなすぐに伸びたら苦労しないですよ、うん、それは、ね、機械があるんで、ちょっといじって設定をね、バレないよね、ちょっといじって勝田さんの距離をバカみたいに伸ばしてやりたいと思います、はい、で、まあちょこちょこ変えてって、いつ気づくのかっていうドッキリです。はい、いつ気づくんでしょうか。450とかいくかな。400を目指そうか。そうですね、うん、まあ、勝也さんのワンチャン信じちゃう、うん、やべえです俺トップランだったわってやっていきましょう。やっていきましょう。ここに係数があると思うんですけど、全部100で、100がノーマルなんで一回100で打ってみます。じゃあまずちょっと普通の設定でドライバー打ってみます。はい、テルピ、ちょっと240ですね。まあいつも通りですね。いやいや、ちょっとそんなことないでしょ。どう、当たった？まあ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 。キャリー230ヤード。ちょっと待って、ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー。ちょっと待って、僕待っても260ぐらいはキャリーしますから。ちょっとね、いじってみましょうね。よいしょ。で、まあこの値をね、まあ150にしますか、わかりやすくマックス、うん、この150にしとくか。そういらない。で、あ、260ヤードからも150にしとくか。あ、間違えた。転がしていく派なんでね。うん、時間かんだこれね。これで設定変えましたんで。それあれじゃないですか、中央クラブ設定とかないですか。あるあるある。だからドライバーじゃなかったら飛んでなかった。そういうこと？ドライバーにしたよ。絶対240じゃないはい、これ設定変えました。やばい、どう？いや、素晴らしい。飛ばし屋。飛ばし屋ですね。さっきのはドライバーにしてなかったんで、ちょっとドライバーにして、で、これを100にして、で、ランはまあじゃあ100はちょっと多いから、どっちで50ぐらい。これも100。 OK。 じゃあ今度はちゃんとドライバーにしたんだ。240じゃない。え、あ、大丈夫。うん、まあちょっと変わったね。250ぐらい。ちょっと待った。いや、ちょっともうちょっと振ります。まあでも260が380になるっていう、うん、そうそうそう、バッチリです、ね、そんな変わったんです。じゃあ10、まあ5ずつとか10ずつぐらい上げていく感じ、うん、そうだね。5でいいですか。5でいい。じゃあ5ずつ上げていきますか。5ずつ上げて、頃、うん、合い見て、うん、10ずつ上げてみたいな、うん、で2球ずつちょっとレッスン1分ぐらい挟んで、はい、そんな感じでお願いします。はい、任せます失礼します。はい、お邪魔します。え、何時から来てた？そうそう、さっき4時半とか。いや、もうちょっと待ってくれ。10分前ぐらい。とりあえず今日は、うん、久しぶり、松田さんの久しぶり、ドライバーの距離をレッスンして伸ばそうっていう企画なので、
ああ、よう飛びすぎちゃってるよ、もうでも。もうすごい、もう完璧みたいな感じで、今やばい、うん。もう飛ぶんだよ。いや、まあまあ、僕のレッスンにかかればもうそんなに。じゃあ、ちょっと俺なんてもう多分10分くらいで終わっちゃうから。じゃあ、オープニングを。あ、オープニングをね。飛ぶんで。はい、どうぞ。はい、どうも、ショータイムゴルフです。はい、どうも、ショータイムゴルフです。はい、今日はですね。はい、今日はですね。室内練習場で来ました。来てます。ここには、なんと、はい、スカイトラックが。スカイトラック。ありますね。スカイトラック。トラックスカイトラック。はい、スカイトラックです。で今日、かっちゃん、飛距離伸ばしたいでしょ、はい、もっと。伸ばしたい。やばいよね。伸ばしたい。今日だからもうテレキ先生ちょっと。ちなみにちょっと今何ヤードぐらいですか。280くらいはいくんじゃないかなと思いますね。はい、もう伸びないかもね。もうテレキに教えてもらって、はい、まあ、いいんですか。スカイトラックで何ヤード変わったかっていう。はい、ああ、なるほど。そういう感じで今日は行きたいと思います。よろしくお願いします。速攻性のあるレッスンをちょっとしていきます、ね。速攻性のある。はい。200、まあ最初何ヤード出るかわかんないけれども。ああもうワンレッスンごとに、まあ、速攻性があるってことは、まあ、あのラウンドをするアマチュアの方もそうそうそうラウンド前に速攻性で飛ばせばいいってことですよね。ラウンドが終わったら別に飛ばなくてもね。そうそうそう。あ、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ どこ狙えばいいんですか。いやもうまっすぐです。今日マットなりでいい。ここよりもまず距離も。あ、了解です。じゃあまずは軽く一発、うん、まあ、現状どんな感じ。現状どんな感じかってドライバー戻したんですか。今ペロったね。ペロった。うん、ペロった。確かにちょっと右行ってる。え、嘘でしょ。いや、飛んでる飛んでる。あ、でも今ペラッペラったんで。そうですね、ペラッてる、うん、もう一回、まだ今来たばっかなんで、うん、来て3分なんで。すいません。ペラッた。ペラッた。超ペラってるよ。まあ、ちょっとこう右行ってる分ロスしてる。もう30。あ、でも、うん、じゃあ3球目はもう正直で。じゃあ、ひろきさん失礼します。はい、フォーミングカップ終わりで集中します。これは帰っていってると思います。いい球。おおおお、すげえ。すげえ。めっちゃ飛ぶじゃないですか。はい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 。でももうちょっと行くでしょ。もうちょっと行く。全然行くでしょ。まあ今、まあ、まだ今はね来て3球ですからね。あれですけど、はいはい、どうですか。とりあえずちょっとまあアドレスからまずは。あ、そうそうそう、ね、アドレス。そうそうそう、アドレスで少し右肩が前出て、はい、スタンス、まあ、腰のラインに対してちょっとかぶってきちゃってる。ああ、はい。そこをまずまっすぐ右に乗るように。右足で受け止めすぎちゃうと、はい、足が入ってこない。しっかりこう、まあ右膝ちょっと伸びるぐらいのイメージでいいです。右サイドがこう伸びるように。これもスライスが出ない、うん、結局深く入ればその方がいいで、そうで、そうで、あれでいいですか。前で肩が開かないように。いいんじゃない。あ、これちょっとペラッと、ペラッちゃいましたね。ちょっと右抜けた。ちょっと右抜けた分ロスしてる、うん、もう一回行ってみましょう。はい、でもまあまあ飛んでるんだけど。はい、さっき右抜けた時よりは飛んでる、うん、まあ一球でね、速攻性があるって言っても一球で変わったらそれはね、みんなテレビのレッスン受けちゃう。ちょっと捕まった。捕まったな。捕まりすぎた。捕まりすぎた。これでも飛んでる。おお、やっぱ捕まった時はね、すげえ。捕まった時はね、まあこれは大事ですよ、捕まった時に。やっぱりじゃあ、やっぱ飛ばすには捕まえる。そう、捕まるやっぱね、形をやっぱり作っていかないと。うん、ボールをしっかり蹴ってみて、そしたら今度はあのスイング出てきたとして、左の体回していきましょう。で、今度はこっちで引っ張る。あ、左右対称のディフェンスとして、はいはいはい、この左サイドの動きっていうのは、まあ、案外、達也さん、結構、もともとできてはいるんですけど、
今ストレッチができたから飛ぶかもしれない、まあ、2、3球また行ってみます。はい、おヘッドスピード上がったんだね。やばい、ストレッチやばいんだ。ちょっと右抜けたけどスライスはしてない、ほとんどまっすぐ抜けてる。キャリーすごい伸びてる。まあ、ちょっと機械だから少しパーンって飛んだかもしれないけど、でもストレッチ効果あるかもしれない。ストレッチ効果すごいですね。ちょっともう一球、もう一球ってみましょうか。今本当にあのテレテレに教えてもらった指導もちょっとここの広背筋を意識しながら、ウィーンって、そうするとやっぱ連動性上がるんで、筋肉のそのなんていうの、タイミングも良くなる、力が入る、反応もやっぱ良くなってくるんで、もう一回だけ、いや本当に10分で終わっちまうぜこれ、また300ヤードです、また300ヤードです。まあ感触は悪くはない、悪くない。右に抜けちゃってますね。ちょっと右抜けた。え、右抜けるとちょっと、まあでもまあまあまあ、まあ、もう一球、もう一球、もう一球行きましょう。ちょっとスカイトラック大丈夫、タイミングの問題です。スカイトラックいもんか。やっぱりコースでも結構この上曲がらない。スカイトラック大丈夫か。まっすぐ行った時はぶっ飛んでいい。失礼します。ダフったけど、いや、いいじゃん、捕まってるでしょ。捕まえすぎて、捕まえすぎた、うん、まあ曲がった分っていうか、うん、最初の一発目何だったんですか、うん、ね、あのタイミング、うん、あのタイミングですね。じゃあやっぱさっきのちょっとこう僕が抑えて反応させたじゃないですか、はいはいはい、その後がやっぱりいいですね。あってことはじゃあどこずつ振り上げて、で、下ろしてくるときも左サイドをぐーっと伸ばしてから、練習ですか、うん、失敗をする。よいしょ、ペラッとぞ、ペラッと、うん、ペラッたらやっぱ極端に落ちるな。これね、このね、でもね、室内練習場苦手なんですよ。イメージ出ないから。ペラんないでくれよ。わかったわかった。ペラッたらカットしてくれ。左ターゲット。ペラッたらカットしてくれ。真ん中、股の真ん中狙う感じで。これは捕まったんじゃない？これはいいぞ。サンベルいった？これはね、いったかもしれない。これも見てるよ。やばいやばい。これ言ったかもしれない、本当に。やばやばダスティン、347本当だよ、このさ、何1球前だって。すげえ当たりだったもん。1球前240、100やんの。間違いなくいい当たりした。いい当たりした。うん、ちょっともう一回言ってもらって、これ合ってる、合ってる、合ってる、合ってるでしょ、合ってるよね。さっきね、やったらね、うん、250とか50とか、だから本当に俺は結構コースでもこんな感じだもんね、ポテンシャルやっぱあるんですよ。いい球が出るときは飛ぶけど、狙った時は230とかしか飛ばないから、本当にコースすごいな、ポテンシャルあるな。あー、ペラッた、今もペラッと捕まってる感じするけど、ペラッとやりすぎペラッとやったら分かんのよ、もう打った瞬間に。まあでも分かってるといいじゃないですか、それを意識して直せればいいわけだし、うん、じゃあちょっともう、はい、まだあります、そうそう、仕上げで、あ、仕上げで、まあ、今ね、トップまで行って、はい、ダウンスイングの動きもやりました、うんうん、まあこれ、まあコースではまあこんな感じでいいですけど、はいはい、ちょっと練習でトライしていくような、うん、あー、はいはいはい、で今スタンス結構ガッチリ取って、ガッチリ、まあ距離を出していける構えしてます、ね、はい、いつもの感じの、やってのギャッチリ、これもう短く持っちゃう、これも短く持っちゃう、そう、はい、こんくらいですか、常にこう全て逆をいく感じで、まあ、アイアンを打つような、そうで、はい、まあスイングしていく時も、うん、今フルスイングしてましたけど、はい、スリー交代し、スリー交代、この辺でコンパクトに
ちょっと今日は集合地区なんで、ちょっと帰ってくるか分かんないな。もうこれでそのスイングとか考えずにもう、はいはい、勝谷さんのね、本能のままに、本能に捕まえていいですか。そうそうそう、行っちゃってください。スリークォーターで、はい、じゃあ本能で捕まえます、ね、本能で行っちゃってください。スリークォーターじゃなかったらね、これはもうちょセンス問われてます。左のトップですよ左のトップちょっとセンス問われてるんですが、じゃあちょっとフルスイング、フルスイング、えちょっとフルスイング、えこれを求めてたんじゃないですか。これを求めてないもうちょっとね、カッツヤさんの可能性を信じてたんだけどな。あ、パンチショットみたいな感じじゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、いや、距離は出したいですよ、やっぱ。あー、そうなるほど。そう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 、どういうこと。じゃあフルでいっていいんですか。フルでいっちゃってください。これでじゃあ200、俺が一番飛ぶぞっていうスイングをします。あー、そういうことですね。マンブリ、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 いいよ、捕まった。お、まっすぐ出た。勝谷さん、はいはい、ちょ本能足りないな。あ、もっと飛ばしに行っていいってこと。いや、わかんない、ね、俺なんかそのちょっと腕立て伏せしようか。腕立て伏せ、ちょっとちょっとちょっと足りないです。まだ気持ちが乗ってきてない。え、どういうこと。もう腕立てして、普通にライン出しのなんか練習とかじゃなくて、じゃなくて飛ばしたいんだから。いいよ、ちょっとアップ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 で、ちょっとアップでこの辺を。あ、いいですね、いいですね。よし、あ、いいです、頑張ってしたよ。ちょっと足りないんだよ。腹筋やった方がいい。腹筋弱いんだよな。勝谷さんのこのトレーニング結構重要あるから。うえ弱っそういうとこですよ、まず気合入れて。さあ、あと2回。よし、あと5回、あと5回。あ、いいよいいよ。あ、それ大事、こういうゴルフが一番大事。捻転捻転捻転、オッケー、これでいけばいい。ちょっと一回まぶり素振り、まぶり素振りして、バッチリ素振りして、そう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 。あ、もう一回 PGA の選手だと思って。お、いいっすね。これでいけばいいっすか。オッケー、よし、パンパップ大丈夫。もう方向なんか気にしちゃダメです。やりすぎ笑えねえ笑えないからこれ使えないじゃんこれ。笑えないけど距離めっちゃ出たよ今。これやばい、笑えないよそれ、勝谷さん。いや本当にだからもうフルスイングで、でもラインを出したいから縦に振っていこうと思った。ダメじゃん、何してんすか。めっちゃ難しい。いや、まあそれはいいんですけど、まあそんな感じです。どうしたらいいこれ。でも普通に、普通にじゃあガチで振ってみる、これ、うん、もう一回。ペロッたよ、これペラリンチしたよ。まっすぐ行ってんの、うん、めっちゃペロッ、超ペラ。これはシャフトがちょっとダメですね。シャフトがちょっとダメです。思いっきり行ってくださいよ。思いっきり行くよ、思いっきり。いや、まだまだ行ってないです、ね、まだ行ってない。400ヤード飛ばしてほしいの、ね、俺で。わかりました。お前が飛ばせよ、400ヤード。いいよ、いいんじゃない。どうよこれ、まっすぐ行った。ちょっとペラってるけど飛んだんじゃない。どう、320、335。やば、もっといけんじゃない。そのクラブいいんじゃないですか、クラブ。ね、これさ、ドッキリでしょ、本当は。何がめちゃめちゃ飛ぶ設定にしてるでしょ。いや、知らない、レッスンでしょ、うん。だって絶対330飛ばねえもん。飛ぶんだって。本当だ。飛ぶよね。え、飛ぶんだ。だってショートさんが飛ぶんだから。うん。勝手さんの方。ほら。じゃあちょっとテルケさ一発打ってみてよ、うん。普通に。普通にね。手加減なく。本能のまま。
く。全然ダメじゃん。って言う。全然いいじゃん。300円。ちょっと転がったからね、今。いやいやいや。キャリーが全然違う。だから、カツヤさんの方がポテンシャルあるの。やばい。本当に。やってるべ。キモン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 。だって、テルキ260ヤードくらいじゃないっすね。言い過ぎる。ね。最近でも距離伸びてる。インドアに強い。うん。あ、引く。引く。え？215く。低すぎた。ちょっと勝谷さんもう一回。ほらね。いやほらねの意味が分かんない。だって一発目で200ってないよ。だって216だもん。ちょっと低いとやっぱな。じゃあこれ次ヒロキ打たせるぞ。いいでしょ。ヒロキ打って多分280くらいいくぜ。はい、いや、行く、これおかしいもん、絶対セッティング。俺は騙されない。最初ちょっと嬉しかったけど、騙されない。俺は騙されない。そういうところですよ。自分の可能性信じてないでしょ。これだけはで、行くふりじゃねえんだよ。いいよ。いや、いいわ。どう？え？だってキャリーキャリーに363だよ。やばっ。あっちゃんすげえ。やっぱ運立てしたから。いや、すごいわ。信じていいの？いつ前にめっちゃ運立てしたらいいじゃないですか。信じていいのこれ。勘だけじゃん。いや勘超えただろ。勘勝てるんじゃん。すげえわ。勘に余裕で勝てるでしょ。うん。すごいわ、マジ飛びだ。ハンパね。確かにアップしてかなり体温まってきてる。うん。速攻性のある飛ぶ秘訣は腕立てと腹筋。いや、ちょっとありがとうございます。よかった。いや、じゃあひろきもちょっとさ打ってみよう。一発バチンとやってもらっていいですか。うん、これで打ってよ。いいよ、これクラブ。俺が363飛ばしたクラブだから。まず普通に打ってみて、で、その後腕立て10回、腹筋10回で行ってみ。そう、まあ、数秒3回くらいしろ。でもドラゴン選手とかもやるんですよ。腕立て馬振りしたりとか、バーだったりとか、筋トレしてから瞬発力上げてやるんですよ。バチンとね。お、いいんじゃない。いい当たりよ。いいスイングしてる。いや、全然飛んでねえよ。ちなみにコースだと220くらいだったよ。何やった206。おー、やっぱ勝谷さんすげえ。勝谷さんすげえ。あ、じゃあ間違ってないね。あ、じゃあちょっともう一球、もう一球ちょっとしっかり打ってみ。これが死ぬ前に一発だと思って打ってみ。これ打ったら死ぬよ。打ってみ。いい音よ。俺よりいい音してるよ。うん。ああ、でもコースでもこんくらいだね。ほらね、ほら勝谷さんやっぱすげえわ。ポテンシャルがちげえ。ほんまや。それぐらいのポテンシャル持ってるってことです。引き出してる。そうだよね。うん、それがドラゴン選手になった方がいいかもしれないってこと。かもしれない、うん、稼げる。じゃあちょっと腕立て10回と腹筋1回。本当に言ってない。1回やってみて。ちょっとやってみよう。いいよ。で、奮い立たして打ってみて。奮い立たして。素振り、素振り、素振り。素振り。OK。いいよ。さあ行ってみよう。しゃ。息切れるよ。おお、いい音したぜ。やっぱいいんじゃない。いい音したぜ。ちょっと伸びたよ。いや、まあでもちょっとバレてたね。やっぱ勝さんのポテンシャルが違うって。じゃあちょっと俺やってみるわ。うん、そう、一発やっちゃってくださいね。見せてあげるわ。うん、これがアングルであって。まあ翔さん腕立てとかしなくてもね。しなくて。余裕ですか。
見てみたいね。ソータの当たり見てみたいね。だろこれ。うん。もうだってもうおかしいもん。やば。速さが。おお。すげえ。何やろ。387。まあそりゃそうだよね。設定変えてるもん。だろうね。思ったよ。さっきまで信じてたけどさ。いや思ったよ。思った今翔太が言った瞬間数字がさてってれー、いや絶対おかしいと思ったもん。はい、ということでですね、勝也さんにはい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 距離が伸びてどこで気づくかドッキリでした。まあ気づいてたけどね、最初の方から。信じ込んでましたね。いや全然信じ込んでない。これね見返したら分かる。もう多分ね、次のラウンドの時腕立てやろうって多分思ったと思う。いやいやいやね、全然思ってない。思ってたと思う。全然思ってない。おかしすぎるって思ったもん。だってさどうしようってね。俺だってさ、これでこのスタンスでね、グリップエンドまで逃げてこのまんぶりで350いったんだよ。いやいやいや、どんだけのポテンシャルよ。コースでね、やってみてもらいたいですね。いや絶対おかしいでしょ。超えて再生回数めっちゃ伸びるかもしれない。いや俺普通にレッスン受けたかったんですよ。普通に。いや、ね、そんな話しないよ。しないからそんな。最初の2校目ぐらいまではちゃんとレッスンしてました。ああそう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 。最初打った感じそんな飛んでなかったじゃん。うん。250とかそれは普通の設定だったわけ。だんだん上げてったから。何そのドヤ顔。どんどん上げてたもんね。どんどん上げてった。どんどん上げてった。ワンレッスンごとに上げてった。ゆうきがこれ教えてる間も俺帰ってたな。そうだよね。だからだよね。いやーやっぱ勝也さん信じるな。さすがっすよ勝也。まあでもポテンシャルあるわ。なったかなっていう。次のラウンドではちょっとちゃんと腕の手をして、うんうん、いやしますしますします。それで打ってもらいたい。いやでも本当に腕立てした後のだって俺が打ったのと翔太とだって15ヤードくらいしか変わんないから、はい、俺も300は行くってことっすよ。やりました、ね、はい、やりましたよ。そこがプルーブできたんで、うん、まあ満足かなって感じですね。はい、はい、おかしいなって思ったわ。速攻性のあるレッスン終了でございます。お前のじゃねえな。このスカイトラックのチートのせいだな、絶対に。いや面白かった本当に。いやでもこれだってさ、スカイトラックでさ、なんかレッスン動画とかさ、飛びましたねみたいな、デュクショーそういうのやめてもらっていいですか。そういうのやめてもらっていいですか。そういうのやってないんで。まあ、そういう人がいるかもしれないですけど、皆さんは気をつけてくださいということですね。はい、テルキやショウタみたいな悪徳なレッスンコーチには騙されないように、はい、高いお金を払ってね。はい。まあ、ということで、カッチャンがバカだなと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。やめてください。やめてください。最高。